西島千春は日本の競技マージャン団体最高位戦日本プロマージャン協会に所属する女流プロジャン氏である。埼玉県出身。早稲田大学を卒業後、職探しに失敗したことをきっかけに親元を離れて生計を立てるためにジャンソーでのアルバイトを始める。ジャンソーでの勤務時間が長かったことからプロとしてのキャリアを考え始め2009年に 第34期前期生として最高位戦、日本プロマージャン協会に入会、マージャンプロとなった。所属団体の女流リーグでは2014年の第13期で初めて、そして2016年の第15期でも、女流最高位決定戦に進出するも、共に3位という成績で終わった。その間、2015年に開催された最高位選手祭のタイトル戦、 第16期女流名人戦でも、準優勝となった。2017年には3度目となる、第17期女流最高位決定戦に進出し、最終局での逆転により3連覇中の大平明を、退けての初優勝を収めた。その後、所属団体のリーグ戦、タイトルホルダーとして出場した2018年の詩人、後輪女流王座決定戦では、準優勝。 日本プロマージャン連盟主催の女流プロマージャン日本シリーズでは3位の成績を残した。しかし西島が勤めていたジャンソーの客であった夫との間に子供を授かったため一時的にマージャンプロとしての活動を休止させた。2018年8月から復帰した後、女流最高位決定戦では2018年の第18期、2019年の 第19期と3連覇を果たしており、同じく2019年の女流プロマージャン日本シリーズでは準優勝となった。しかし、2020年の女流最高位決定戦では女流最高位の座を伊藤倉庫に譲る結果となった。趣味としては漫画のほか、お酒や猫をあげている。血液型は A 型。ジャン氏としてのキャッチフレーズは逆転の西島であり、 第17期女流最高位決定戦における逆転劇でのタイトル獲得に由来している。2019年のプリンセスリーグの対局では、フレーズ通りの逆転はかなわず予選。A ブロック敗退に終わったものの、切れ味鋭い攻撃力を存分に感じられる局面も多々あったと評した者も,もいた。西島は2020年3月時点で最高位戦の C にリーグに所属している。 ありがとうございます。